化け物なの？おや、お懐かしい。何者だ？思い出されぬのも無理はない。少しみすぼらしくはなりましたが、魔法使いベルドーにございます。あれは？さよう、あなたには借りがございましたが、とはいえ私も先代女王に体温ある身。 ティトレルの指輪を渡すなら妖精の国に手出しはやめましょう。指輪はここにはない。何です？ではどこです？知っていてもお前などに教えはしない。ならばあなたに用はない。踏み潰して差し上げよう。私の意味を侮るな。おっと、気をつけなさい。 かつての友達を傷つけます。カエルのイングベイを覚えておいでかな。イングベイ？獣を操る術があるとも知らず、自らこんな姿に変じたのが運の尽き。ベリアルよりも役立つしもべです。後で伝えておきましょう。お前は妖精女王を喰らったと。
こいつもう役に立たぬ。ダーコーバの魔法が解けてしまいよった。妖精の小娘めいことごとく邪魔をしよって。さあ死ぬ前に吐け。指輪はどこだ。俺の体で好き勝手やりやがって。イングベイ。ああ、ジョー、ごめんなさい。痛かったでしょ。しゃべるな。大丈夫だ、きっと助かる。待ってろ、今妖精たちを呼んでくる。いや、行かないで。あなたにたくさん話すことがあるの。聞いて、私魔王軍に勝ったのよ。知ってる、噂で聞いたよ。勝利へと導いた妖精の女王のことを。やったな、メルセデス。笑わないでね、イングベイ。私あなたのことが好きなの。ずっと好き。天よ、今すぐ俺に雷を浴びせろ。俺を撃ってくれ、メルセデス。君の極楽にどれほど俺が苦しいかわかるかい。死ぬられた運命にある俺が君の汚れない思いに応えられるはずないじゃないか。今になって己の気持ちに気づいたとしても。匂いを感じ、来ているのは分かっているぞ。出てこい、コルネリウス。なんと恐ろしい姿だ。これが暗闇で聞いた声の主とは。わしを覚えておったか。忘れられようか、タイタニアの先王でありながらその民を貪り食らう化け物。そしてあろうことか我が祖父。子ぐらいの鬼とも付け出せ。まさか父上を。我が三つ口は何人をも分け隔てなく飲み込んで荒に救うシデムシの晩餐としておる。その剣を託したところで私の気の迷いが生んだ小さな善意も役には立たなかった。父と同じくこの剣でお前を葬る。代々の王のように血縁によって討たれる定めをたどれとでも申すか。だがそううまくはいくまいよ。わしはすでに。Thank you.
を浸しておるな。胸を割り真の像をえぐろうと頭蓋を砕き中身を散らそうと、あの女の呪いが寄生虫のように世の体内を這い回り元の惨めな姿へと戻すのだ。悪夢だ。永遠に腐った体で苦しむようにとオデットがかけた呪いだ。それが過ちだと気づかずにな。ダーコーバの秘術で読み込んだ猛々しい闇の木はその痛みすら快楽へと変える。では女王オデットはすでに。察しがいい。不死の力を取り払えるのはあの女の力だけ。だがそれも過去の話。世は今や倒せる者なき不滅の存在となった。我が祖国もこれで最後。お前の相手もここまでだ。そのちっぽけな肉もこの腐った胃袋に収めれば謹慎を食らう背徳が五体に閲落となってかける。あなたは姿だけでなく心までも。そうだとも。かつてこの国で望まれ今や最も恐れられる獣となったガロンの一部となれ、コルネリウス。風の導くままに進軍せよ。その吹きつける大気の息吹が我らを一層燃え上がらせる。オニキス様。どうした。あの黒い剣士がこちらへ参ります。我らでは押しとどめられません。オーズワルドか。どういうことだオニキス。なぜ出てきた。答えろ。理由が必要か。ならば教えてやる。世界が欲しくなったのだ。全てが。もっと賢いようだと思っていたが思い過ごしだったようだ。私も残念だよ。ここでお前と出くわしたからにはあの時の汚名を注ぐか恥知らずのまま灰となり果てるかだ。今度は生かしておくような過ちは犯さない。あの時のようにはいかんぞ。炎の国を離れる際最も熱い溶岩をこの五体に詰め込めるだけ詰め込んだ。今の私は紛れもなく比類なき灼熱の化身だ。
随分と削られはしたが、まだまだ力は満ちてくるぞ。どうした？もう化けないのか？まさか終わりではあるまいな。いや、やってやるさ。ほう。だがこの戦いで一体何度その影をまとった？もう限界のように見えるぞ。黙れ、見てろ。下がれ、バルカンたち。オニキス様、これは。力尽きてついに正体をなくしたのだ。あの女の力に魂を貪られた。もはや抜け殻、ただの影だ。これが魔剣使いの末路。グエンドリンを見つけたら伝えておいてやるさ。その哀れな最後をな。さあ、相手をするな。行くぞ。はきっと恐竜ね。間違いないわ。あなたなのね、イグレイ。予感していたのよ、命を投げ出すのじゃないかと。生きておったか、バレンタイン王女。誰だ。ダーコーバがおとなしくなった。誰だかわからんのも無理はない。スカルディの友人ベルドーじゃ。お前があの時の魔法使い。こやつにかけられた呪いの恩恵で死んでも正気を失わず術も使える。イングベイに何をしたの。変身は彼の意志。コルドロンを壊そうと変化したのじゃ。では終焉を避けるために。運命は皮肉なものじゃ。自身が終焉を導く獣となるとは。さあ化け物、双子の片割れを食らうがいい。血の涙でも流しながらな。頼む、殺してくれ。俺を殺してくれ。イングベ、
分かっているわ。あなたが救えぬなら私も。なんだ、ベルペットじゃないか。母上だと思ったのに。イングベイ、あれはゴルドロンはどうなった？頭の中が真っ白だ。思い出せない。それにしてもヘトヘトだ。このままもう少しだけ。眠ったのね、イングベイ。もう苦しむことはないわ。一緒に行きましょう、お母様のところへ。三人で暮らせるといいね、あの頃みたい。共に相果てたか。サイファーの力がこれほどとは見くびっておったわ。だがまだ秘術の書がある。これくらいで諦めるものか。ないぞ。どこだ？まさか落としたのか、この焼け野原に。バカ者め、なんということだ。諦めはせんぞ、諦めは。
白煙が壁のように立ち上ってくる。これ以上は飛べそうにない。 あそこに炎が集まっている。お前は手を出すな、バルカンたち。これはこれは、オニキスを。かわいそうに煙で真っ黒になって、あなたの白い肌が台無しだ。生乾きの薪が多くて煙がひどい。なぜ地上に出てきたのです？地響きが聞こえないか。炎の生まれる場所は海中に没した。もう我らに戻る国はない。だが心配はいらない。我々が人間に代わって地上の覇者となる。炎が世界を我がものとするなら、大地が海に沈むも同じこと。私がそれを妨げる。言わせておけば。随分と侮られたものだ。俺があなたの前で戦わぬのは見られたくなかったからだ。この姿を。それが本当の姿。恐ろしいか。到底愛せるものではなかろう。だがお前もその容姿のごとき聖女ではあるまい。多くをもてあそび殺してきた。そして血だらけの指であの男の首を撫で回すのだ。純血の宝すら捨て去って。やめて。おけがはございませんか？そこのお前たち、グエンドリンの亡骸に触れるな。オニキス様。うるさい。このままではここも海に沈みます。進軍しなければ我らも。俺に構うな。行くならお前たちだけで行け。消えろ。俺を一人にしろ。
仕方がありません。皆にとどまるよう伝えよう。俺はいつもこうだ。一番大事なものを灰にしてしまってから悔やむ。おお、グエンドリン、悲しみの涙でこの命の炎まで消えてしまいそうだ。どうして運命は俺にこの人を出会わせたのだ。話さないぞ。これでお前は俺のものになった。もう誰にも渡さない。永久に。おやつはまだかな。